皆さんこんにちは、中村です。今回は正月のビジネスホテル連泊旅、紋別プリンスホテルの夕食と朝食バイキングの様子を紹介します。静かにそこおったん、ずっと置物みたいだね。
ちらも召し上がってみてください。あ、山わさび、はい、いただきます。北海道のお雑煮は、はい、味噌じゃなくてこういうやつなんですか。北海道はですね、開拓民がいろんなところから来てるので、はいはい、決まってないんですよ。あ、そういうことですか。はい、それでうちの作り方はこの形で作ってるんですけども、昔から、はい、私の父親の実家だったら、醤油ベースに砂糖をたっぷり入れて食べてやってみてください。いろんなのがあるんですよ。めちゃめちゃ硬すぎてこれ。あ、大丈夫ですか。大丈夫です。ご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。